さっき尻尾と列車のみんなは親切だねって言ってたの。尻尾にまでお茶菓子を用意してくれたんだよ。ああ悪くねえな、俺様も満足だぜ。西洋の好みを考えて二層霊下の灰をお茶菓子にするなんて、お前らの車掌は分かってるじゃねえか。実は列車に乗った時、パムさんをマスコットだと思ってたんだ。でも何回も来るうちに、そのおもてなしがすっごく行き届いてて、頼りになるし可愛いってことに気がついたの。そうだ、七シビトさんはパムさんとしっぽどっちの方が可愛いと思う？はあ？俺様を可愛いって言うんじゃねえ。どうしたの？まさかそんな理由だったなんて。今のところ私はやっぱりパムさんの方がもっと可愛いと思う。ふん、俺様はもともと可愛くなりてえとは思ってねえよ。